自称 FBI 捜査官のサミとそのお供のマリサとレイムは、とある町外れの廃墟で、夜な夜な違法な闘技大会が行われているという噂を聞き、そこへ潜入することを決めた。建物の中に入ってみると、怪しげな売店や所構わず戦う参加者、そして脱落者の無残な遺体が放置されている部屋を目撃した。果たして首謀者を見つけ、捕らえることができるのか、そして3人は無事に帰ってこれるのか。それでは後半スタート。ちょ、何このクッパの行列。こいつら一体何に並んでいるのかしら。もしかしてこいつら参加資格を取得しようと。いや、トイレ待ちだ。こいつらはきっと観戦に来たんだろうね。ああ、この揃いも揃って大口開けてるつらみや。戦わねえってことがわかるぜ。あら、あれは何かしら。うわ、クリーパーだよ。なんて数だ。なんか捨てられているみたいね。うん、このクリーパーたちはどうしてこんなところに横たわっているんだろう。ん、何か視線を感じるぜ。あ、あそこの木の影。なんだか怯えているみたい。あなた方は参加者ですか。いえ、私たちは観戦に来たものですが。そうですか。よかった。あのクリーパーたちは、一体ここで何が起こったんですか？あのクリーパーたちは殺されたんですよ。え、殺された？はい。彼らは私と同じく噂を聞きつけ、興味本位で闘技の観戦に来たんです。しかしこの建物の中で起こっていることは闘技なんて立派なものじゃない。ただの殺し合いです。そこで彼らは主催者に抗議しました。でもそのせいで、本当にひでえ話だ。ええ、どこまで腐っているのかしら。ちなみに、被災者の特徴ってわかりますか？はい、とても体が大きく、人間には見えませんでした。化け物かもしれないわね。さああなたはもうここから出た方がいい。門の警備員がちょうど寝ているので急いで逃げてください。でもあなたたちは。大丈夫。私たちもことが片付いたら出るぜ。被災者の特徴はわかった。片っ端から探しましょ。そういや一階に行ってない場所があったぜ。よし、じゃあそこから行こう。ここは裏口ね。パッと見わからないね。ああ、行くぜ。化け物発見。こいつがここの主催者。うほほほ、船だり、関連するうほ。ケモンケモン。こいつは、主催者ではねえな。自慢の歯並びをこれでもかと見せびらかしてるよ。なんであの太陽あそこに張り付いてんのよ。こんなハンマーでぶん殴られたら大変なことだぜ。ほほほほほ。行こうか。行こうぜ。あ、誰か立ってるよ。誰だお前。ミスティーにも似てるけど。あたいはミスティーじゃない。あのお方の右腕。あのお方って被災者。そう、そしてこの鳥はあたいの相棒。ピーちゃんさ、やんのかこの野郎。あんたらただの感染者じゃないね。な。この先は一歩も行かせないよ。あたいはどんなことがあってもこの道は譲らないんだからね。七面鳥の丸焼き召し上がれ。ピーちゃーん。今よ、先に進みましょう。ちなみに今のチキンは偽物、本物のピーちゃんは机の下に隠しておいたよ。いい作戦だったぜ。あんたらちょっと待ちな。今度は左腕とか言うんじゃねえだろうな。あいつのところに乗り込むのはよした方がいい。あいつは人間じゃない、正真正銘の化け物だよ。でもそいつを止めなきゃまた犠牲者が増えるだけだよ。そうよ、私たちがぶっ飛ばしてやるわ。だから止めたって無駄だぜ。そうかい。ただ、やばくなったら逃げるんだ。いいね。うん、ありがとう。ゴリマッチョなマリサが目の前に。え、もしかしてこの人が被災者？そうなんだぜ。お前ら、私の強さにいるんだぜ。青鬼なんだぜ。始末完了、帰るぞ。はい。ご苦労様でした。お次は絶対にありえないマリオのコーナーです。今回のマリオはどんな話なんだ？今回はマリオが超ショートカットでゴールしようとするんだけど、ゴールポストがひたすら拒否する話だよ。まったくあいつはいつも何かと戦うな。今回はちゃんとゴールできるのかしら。それじゃあ早速見ていこう。今回はこいつを使ってショートカットしてみるよ。ゴール通り越してるぞ。この時点で先行きがものすごく不安。
まあ最初は仕方ないよ。自分で言うな。こりゃ痛いわ。あー痛かった。こいつは本当にいろいろなものから嫌われるな。今度こそゴールして。余裕だよこんなの。マリオさん何か言いたいことは？調子に乗りました。次こそはやってやる。いけ、マリオ。なんでこんなところでやられるんだよ。晩飯のおかずだ。食べたら確実に食あたりになりそうね。僕のこと邪魔しないでほしい。今度はストリートファイターか。これマリオを妨害するゲームだね。さあどんどん行くぞ。さっきから立て続けにキャラクターが来たからもう来ないでしょ。あれれ、通り過ぎちゃったよ。戻ろうか。おい、なんで行けないんだよ。ゲームの仕様ね。もうゴール目前じゃん。そう、ようやっとゴールできるチャンスが来たんだ。さあマリオ飛んでくるかい？さあ果たしてマリオはゴールできるのか。行くぞー。誰だよ、狙撃した野郎は。マリオお前かー。今日も張り切っていくぞ。さあ行ってこい。ナイスショット。今度こそたどり着いてみせる。まだ2回目だから大丈夫だよ。いけー、モンスターボール。捕まったー。おい、なんだよこの密閉された空間は。出れない。マリオゲット。何に使えるのかしら。雑用だね。バイバイ。さようなら。緑の怪物ねー。残念だったな。あら、ドンキーじゃん。ブランカだろうが。うほうほ。次は頼むよ。とっととゴールしてやる。マリオナンバーワン。ほほー。やー、マリオウィーン。わっほー。オキドキー。イヤッフー。サンダー。せっかく調子よくゴールできたと思ったらこれだもんね。ぬか喜びさせやがって。もう雷はごめんだぜ。マリオ遊ぼうぜ。うん、どこ行く？おい、遊びに行ってんじゃねえよ。これ一体いつになったらゴールできるのかしら。さあ仕事に戻るか。当たり前だ。あれ、戻ってきちゃったんだけど。なんだと。あーやっと着いたよ。ここで決まるのか。こうなったら直接城に入ってやる。それがうまくいけばいいね。さあマリオはこの戦いに勝てるのか。中に入ってやる。進まないぞこれ。おかしいなぁ。兄さんまた会ったな。こいつえげつない。この野郎、二度と立ち上がれなくしてやる。ルイージなんてことを。今日も張り切っていくぞ。いけいけ。めっちゃ飛んでるよ。今度こそ成功してやる。さっさとゴールしちゃいなよ。そうだね。やあ、マリオウィーン。わっふー。オキッド。僕はいつになったらゴールできるんだよ。バイバイ。さようなら。ザンギエフだ。よし、今回は目いっぱい引っ張ってやる。おいおい、それ大丈夫かよ。大丈夫だよ、勢いが大切だからね。そんなにいらねえよ。いつ切れてもおかしくないよね。確かに引っ張りすぎよ。もうゴールじゃねえか。すごく嫌な予感がする。よいしょ、よいしょ。あれれ、ちょっと引っ張りすぎたか、うん、今気づいてもうぜよ。さあマリオは無事帰ってこれるのか。あれだけ引っ張ればそうなるわね。次こそ頼むよ。もう思いっきり引っ張らないぞ。あ、これはソニックのホールインワンだ。なに、どこかにワープしちゃったわ。なんだここは、僕出れないよ。何してんだろうか。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけーん、ポン、あっち向いてー。ほい。マリサの怒りが爆発したんだぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。